日本徳島県小松島市、大臼町大臼町の町並み大臼町は、徳島県小松島市の町名。2016年2月末現在の人口は2712人、世帯数は1243世帯。郵便番号は、郵便番号773-0006。小松島市の北部に位置する。北西は、市役所をもって、南小松島町と隔てている。 南東は指導をもって、河内祖町に接続し、北から東は小松島湾に臨んで継承地、大ス海岸がある。大ス海岸は、大スの松原と呼ばれ、かつては四国十二景の一つとして知られていたが、現在では、ほとんどの松はない。またかつて、ハウス海水浴場が開かれていた。海岸沿いに、旧道のほか 徳島県道120号徳島小松島線が貫通して県南と結び、さらに JR 麦線が県南地方に通じている。かつては漁業と農業が主要な産業であったが、市街化が急速に進み、商工業や住宅地域となってわずかに農家が点在しているに過ぎない。小松島市役所をはじめ、小松島警察署、四国電力小松島営業所、 小松島市社会福祉協議会地域、包括支援センターなど、市の中枢的機関が多く集まっている。戦後は、海岸の埋め立て工事により、スミリンゴーハン、日本フラッシュ、大阪セメントなどの企業が立地している。徳島県道1 2十号徳島小松島線、小松島横手郵便局。ありがとうございます。